この牢獄の連鎖を断ち切れるか、エリナ。いや、切なケースだよ。いつも通り牢獄の鬼をやっていきたいと思います。さて、あと今回はやばいで、本当にやばいで。そのことを私はずっと考え続けていた。前回のパート見てない人だったら、このパートから見た人はさ、これがどういう意味かって全然わからんだろうね。なんでこんなに怖くないのだろうかと。あ、これ本当自分自身でも切るところ間違えた感すごいな。こっから始めたらすごい違和感あるんやな。反省しよう。答えは分からず、私はただ床を睨んで歩き続ける。その時だった。あ、そうじゃそうじゃ、このその時だったが出てから切ったんじゃ。俺はあの床にね、なんかすごい足跡が増えてるって。この前訪れた土曜の時よりも足跡がめっちゃ増えてるって。そういうことでこんな感じになっている状態で、その時だったで終わって、その次ひぃ物音した。なんかおるで。大きな物音がどこかから聞こえてきた。な、何？何の音なのかよくわからない。でも明らかにきしみとは違った。どうする？引き返す？それとも、いや、今さら引き返すわけにはいかない。ここまで来たからには絶対に隼人の形見を見つけないと。怖くないと思っているのに、携帯を持つ手は震えていた。でも進むことはやめない。とにかく前に進む。やばいで、だんだんやばくなっていくよね。これこの前たかしがカメラを落としたあたりまでたどり着いた。ずっと床を照らしながら歩いていると、え、なにこれ、赤い靴があるね。いや、こんなのなかったやん前。こんな赤い靴あったら目立つけどちょっと気づくし。え、この前はなかった子供の靴が床に落ちていたよな。こんなのなかった。てか、あんな薄れぐらいの中にこんな赤いもんあったらほんと目立つ。こんなところにどうして子供の靴が。見た感じ、女の子用の小さい靴だ。これ女の子用の小さい靴ってところがまたホラー的な感じがするもんな。小さい女の子が来たってことだ。なんかホラーの映画ってたまに小さい女の子がすごい、お前はみたいな感じで襲いかかってくる系多いよね。だからこそこれは怖い。小学校に上がるかどうかぐらいのものだろう。埃が積もっている様子もなく、ここに置かれてからまだ日が経っていないのが見て取れた。最近来た人。不意に頭の中に誘拐の2文字が浮かび上がる。あ、そうじゃ、誘拐犯が出てこもっとるっていう線をイリナは感じ取ったんやな。子供をさらった時に靴が落ちてか。やばいで、おばあちゃんが擦る靴をどんどん擦って擦って、めーちゃーんって言うところじゃない。で、さつきちゃん来るんかな。イリナとさつきちゃんの合同での探索が始まるなわけないよね。こんな場所に小学生が自ら来るはずもないだろうし、靴を片方落として帰るというのもありえない。まさかこの先に死体なんてあったりしないよね。ありえない話じゃないと思っている自分がいた。そりゃこの状況じゃありえんとは言い切れんもんなあ。ここは身を隠す場所としてはもってこいのイメージがある。心拍数が上昇している。怖いわけではないが、何かが起こるかもという予感に身が勝手に反応しているようだった。さっきから変だな。体は素直に怖がっているのに、精神はどこまでも落ち着いていた。ほんとすごいな、イリナちゃん。こんな怖い状況でそんなに落ち着けるって。
俺なんかなんかクラスの小さい発表会でも足ブルブルしてるもん結構俺ってね緊張しやすいタイプなんだよね。まるで心と体が切り離されてしまっているようなそんな感覚。どんな感覚だろうな、わからんさっきの物音やこの靴のことから考えればすぐにでもここを出た方がいいように思う。その通りや、出ようぜ出ようぜ。歯はカタカタと震え、足はすくみ、今すぐにでもそうしたいと体は訴えているのだが心がそうさせなかった。見つかるまでは帰らない。心の中で呪文のようにそれを繰り返す。必ず建物のこの建物のどこかに隼人の残したプレゼントがあるはずなんだ。だからそれを見つけるまでは絶対に帰れない。そう決めて私はさらに先へと足を進めた。2階に到着する。この建物何階建てだろう。2階までで終わるんかな。そんなに大きい家じゃないけん2階までかな。隼人が立っていた部屋まで私はゆっくり進んでいく。おねだりだから会って。祈るように両手で携帯を強く握りしめ、私はその部屋にたどり着いた。そして私はそれを見つけることができた。あ、あったんじゃ。よかったよかった。これで心置きなく帰れるな。あったあった、ハヤトのプレゼント。急に体に力が入らなくなり、私は床に崩れ落ちる。震える手で紙袋に手を伸ばし、それを力いっぱい抱きしめながら私は少し泣いた。これまで溜まっとった感情点が一気に溢れ出したんだろうな。そりゃそうやろう。ようやく隼人のこの現世に残る隼人の最後の希望みたいな、そんな感じだったんやな、このプレゼントかな。気持ちが落ち着き、私は紙袋の中を覗き込んだ。何が入っとんだろう。中には小さめの箱と一枚の紙が入っていた。小さめの箱？まさか指輪？はやっちゃん好きです、付き合ってくださいっていうか、もう好きです、結婚してくださいの領域でそれ。正真正銘のプロポーズじゃないか。なんか段階飛ばしたんだ結構一枚の紙、あー手紙か。はやっちゃん口で伝えるのは苦手だからって言葉にして伝えるタイプだったそういうんいいな、甘酸っぱい感じがする。いいな、青春だな。携帯を照らしながら私はその紙を取り出す。読んでますね。ドキドキしていますね。紙は半分に折りたたまれていて、裏返してみると、俺が何も言えなかった時にだけ読んで、と、下手くそな字が書かれていた。もう、緊張して喋れん時のために、文章にしとう感じになってる。自分がシャイニーになった時のための対処法みたいな。なんかすっごい可愛いな、これ。おう、ハヤトの字だ。震える手で紙を開く。長めの文章が書かれていた。まず最初に謝っておく。これをイーナが読んでいるということは、多分俺は何もイーナに言えていないのだろう。ごめんなんかこれを読んでいるということは、多分俺はもう死んでいるだろうみたいな感じになったいや本当に死んでしまったけどさ、不謹慎なことだな、これは。自分の口から絶対言うと決めてたのに、手紙になってしまって、本当ごめん。俺、いざという時、結構ダメで、本当情けない。それで、俺が何を言いたかったって言うとさ、もう分かっとるよ。もう、イリナちゃんもさ、分かっていながら聞きに一挙ようなもんだったけんさ。俺、
イーナのことがすごく好き、大好きということ。この大事なセリフでちょっと噛んだよな俺今。しかも BGM がすごい心地いい。え、これもしかしてこれが最終回？このままイリナちゃんちゃんと帰って無事に帰れって、何があったかはわからないけど、ハヤトはいつもそばにいるんだみたいな感じで終わる？もしかして本当にそうだったら俺なんか視聴者さんに謝らなあかんね、すいませんね。当てちゃったっていうノリで終わってしまったもん。あかんなそれは。1年の時初めてイリナを見かけた時に一目惚れだった。2年で同じクラスになった時は運命だと思った。すごいな。へえ。ってことはイリナに声をかけていったんは一目惚れの線もあった、一目惚れでちょっと話したかったっていうのもあったんじゃ。すごいな、青春しとるな。どうにか話しかけて友達になれて、話せば話すほど好きになって、いつも一緒にいるときはドキドキしてた。ふぅ、告白もろくにできない俺だけど、もしよかったら付き合ってほしい。もっと言うと今から結婚したいぐらい好き。おお。だから指を入れたか。ずっと一緒にいたい、ずっと一緒に生きていきたい、そんなことも本気で思っちゃってるぐらい好きだ。以上、追伸。追伸。告白の手紙に追伸とか入れるもんなんこれ。 OK でもダメでも情けない俺のことは一発殴ってくれ、よろしく。なんで OK でもダメでも殴ってくれな、殴ってくれなんて言うんだろう。はやちゃん意外とそういう M の方向の気持ちでもあるのか。まあいいやろ、よかった。このまま無事に終わればよかいいんやけどな。終わってくれよ。ふとまた涙がこぼれ始める。久しぶりに元気だった頃のハヤトに出会えた、そんな気分だった。ハヤト、ハヤト。泣きながら箱を開ける。おお、とうとう指輪の登場ですか。アピアスだったけどだいたい近いようなもんよな。なんか体につけるもんで装飾品みたいな感じで。おお、けどさ、告白、初めて告白するときにピアスって結構もういきなりやな。高かったろうにな。いきなりピアスって考え俺にはないな。これが普通なんか？いや、そんなことないよな。すごいな。うちの学校ピアス禁止なのに。そこかよ。そういう問題な。真面目やな。ピアス穴だって、ピアス穴だって開けてないのに。うふ。そういう細かいとこで爪の甘いハヤトらしさに私は思わず笑ってしまう。なんかこれまで緊張感があったと思ってこんな感じで来た最後にこれっていうんがなんかすごい温かくていいな。ホラーゲームとは思えんぐらいのいい感じの終わり方しておる。このまま終わってほしい。この手紙を読んでまた涙を流して気持ちがすっきりした。ハヤトは私のことを好きでいてくれた、それが分かっただけでも本当に良かった。本当やで。なんか言っちゃあかん的なことを考えとったけど、こうなったからには言って良かったに変わってしまったな。やったやイリナちゃん。それと同時に気づくこともある。私がなぜ恐怖心に打ち勝てていたのかだ。簡単なことだよね。恐怖心とは自分の危険に対する自己防衛本能のようなもの。つまり自分の身を案じているからこそ生まれるのだ。私はどうでもよくなっていた。何があって自分自身のことがだ。自分の身にどんなことが降りかかろうと
ハヤトがいなくなってしまった今より最悪な状態になるはずがない。今がどんなどん底のはずだから、今がどん底のはずだから、たとえ死ぬことになろうと別に構わない。ハヤトがいない世界になんて興味はない。きっとそんな風に考えていたからこそ恐怖心は生まれなかったんだ。でも一緒に生きていたいか。ハヤトの手紙に書いてあったその文面を見て、生きていかなきゃダメだという思いが芽生え始める。私の世界の半分はハヤトだった。でもそれはハヤトが死んでしまった今もまだ継続中なのかもしれない。だからこそ私は生きて、私の中のハヤトを生かし続けなければならない。一緒に生きよう。そうハヤトに誓って立ち上がる。自暴自棄になっている時間は終わりだ。歩き出さなくては。そう思った途端、急に恐怖心が蘇ってきた。今から私は来た道を戻ってこの空き地から脱出し、その後真っ暗な山を下って、さらにそこからどうにかして家に帰らなければならない。考えただけでも泣きたくなってくる。でも行かなきゃ。震える足で歩き出す。だがやっぱホラーゲームだった。最後の最後でまた怖いシーンが出てくる。このまま終わってくれたらよかったのにな。なんかハヤトはいつまでも自分の中にいるんだ的な終わり方でさ、そのまま家に帰って後日談ぐらいでよかったのにやっぱホラーゲームだった。とりあえずいい感じでプレゼントに入れたけん、このまま無事に帰ってくれよと。ほんの小さなきしみでさえ今の私を怖がらずには十分な材料だ。安心しきってもう緊張が出てき始めたな。こんな時に限っていろんなことを思い出してしまう。さっきの大きな音や女の子の靴は何だったんだろうよな。やっぱりそれが気になるんよ。このまま何もないんだったら何もないんでいいや、なんか言うんだろうなこれビクビクしながら私はどうにか1階まで降りてきた。するとその時私の耳にその音が届いた。ん？足音だ。私以外の足音が聞こえる。やばいで、来てしまったで。何か不穏なもんが来てしまった。いけるんか。それはまるで獲物を狙うハンターのようにゆっくり慎重にあたりを伺うような音。もしかしてさっきの靴は本当に誘拐された子供のもので、その誘拐犯はまだここにいて、私に気づき今まさに襲いかかろうとしているところじゃ。そう思った瞬間、私は駆け出していた。何も見たくない、何も聞きたくない、早く心は抜き出さないと。その一心だけで私はとにかく走り続ける。キャー。走り続けた結果、私は何かにぶつかって尻もちをついた。急いで目を開け、何がどうなっているのか確認する。え？すると眩しい光が私の視界を襲った。え？何？なんか来たで。というところで今回はこの辺で、なんかここら辺で切った方がいいんじゃないかなっていう俺の思惑があるんですよ。次回が楽しみになるでしょ。いいでしょというわけで今回はこの辺でセーブ。このゲームちょっと切るところが難しいねはい、というわけで今回はこの辺で。この光の正体は何か、それは次のパートで。というわけで今回はこの辺で。See you again.